はい、アメシャワールドの公式 YouTube チャンネルです。本日はですね、200万円以下で買える輸入車中古車、こちら W212 の E クラスのステーションワゴン、こちらを紹介します。はい、でこちらのベンツ、2013年モデルのメルセデスベンツ E350 ステーションワゴン、アバンギャルド AMG パッケージ、お値段198万円で、こちらですね、熊本のインポートカーグローバルさんの在庫車両なんですが、ちょっとですね、こちらのお店に旧車の取材に来たんですが、まあ、たまたま社長が足にしてて、で聞くと、いやこれ売ろうと思ってるんだけどっていう話で、すごい程度良かったんで、で取材させてもらうことにしました。でめちゃめちゃ綺麗なんですが、でこれで198万円で、新車時代1000万近くした車両ですんで、これいいなと思って今撮影してます。はいはい、でこちらの車両なんですが、2013年モデル、もう8年も前の中古車になるんですが、ボディ外装めちゃめちゃ綺麗です。でホワイトのボディカラーなんですが、まあ、車全体ぐるっと回ってみても、大きな傷へこみはもちろん、小傷もほとんどないぐらいです。でこのフロントのノーズとかも全然綺麗で、飛び石とか虫とかそういったものでの劣化もないですし、ボンネットでフロントウィンドウですごい綺麗ですね。でボディサイドとかもすごく綺麗な状態を保ってます。はいはい、こちらリア周りも綺麗ですね。でこのテールライトとかはもう本当、とても8年も前の中古車とは思えないです。ピカピカで、柳瀬のステッカーとかも綺麗な状態ですし、で8年前の中古車で車両本体価格198万円にはもう全然見えないですね。はいはい、でこの W212 なんですが、この2013年モデルでものすごく大きく変わりました。で一応マイナーチェンジっていう扱いなんですが、もう顔なんかも全然違いますし、でパワートレインだったりとか安全装備その他もろもろ、2012年モデルまでと変更箇所がなんと2000箇所以上、フルモデルチェンジかよっていうぐらい変わってます。まあ、基本部分はそう大きくは違わないんですが、なんで同じ212でも2012年モデルまでとこの2013年以降の後期モデルだと、まあ、中古車マーケットとかでもだいぶ相場が違いますね。はいはい、タイヤホイール見てみます。まずフロントタイヤで、こちらですね、E350 ステーションワゴン、アバンギャルドなんですが、 AMG パッケージですんで、ホイール AMG の刻印があります。で18インチで、タイヤサイズ245/40/18、結構薄めのタイヤがついてますね。はいはい、でこちらのタイヤかなり新しいです。でバリ山、溝しっかりあります。で製造年20年の30周ですから、まあタイヤほとんど新品に近いですね。まだ1年も使ってないぐらいで、これは嬉しいですね。はいはい、でこちらブレーキ、ローター、ディスクはドリルドローターですね。でキャリパーですが、まだメルセデスの刻印綺麗に残ってます。で普段お店の社長が足に使ってたっていうことで、まあ、ブレーキ錆びてたりもしてませんし、まあ、全然綺麗ですね。はい
はい、リアのホイールも18インチ。でただですね、タイは265の3518、フロントよりもワイドになってます。で、フロントもそうなんですが、このホイール4本ともすごく綺麗です。で、8年前の車両なんですが、ホイールに関しては言うことないですね。はい。はい、で、リアタイヤ。リアタイヤもまだ全然新しいですね。で、20年の21周。これ多分タイヤ4本いっぺんに変えてますね。で、これだけ新しい買えば、購入後しばらくは全くタイヤは心配ないですね。で、まあ中古車買うときにこのタイヤが新しいっていうのは嬉しいですね。はい。はい、こちらエンジン。エンジンは 3.5 リッターの V6 の DOHC。で、こちらのエンジン、この 3.5 リッターの V6、まあ、メルセデスでは定番のユニットで、まあ、この212以前からずっと 3.5 の V6 はラインナップにあるんですが、まあ、ちょこちょこと紹介量が加えられて、だんだん成熟性が上がってます。はい、でこちらの V6 3.5 リッターのスペック、最高出力が306馬力、で最大トルク 37.7 キロ。まあ、あの現代のユニットに比べるとスペック的には大したことないんですが、すごいトルクフルで扱いやすいエンジンです。でなおかつですね、信頼性高いんで安心して乗れます。これ筆者すごい好きなエンジンですね。はい、はい、でこのエンジン、まあ見た目も綺麗なんですが、自動車屋さんショップの社長が足に使ってた車だけあって、ちょこちょことメンテナンスしてあるんですごい調子いいです。でさっきですね、軽く試乗させてもらったんですが、全く気になるところないです。でこれはですね、購入してもオイル交換とか消耗品の交換だけで長く乗れそうです。でこれはセールスポイントですね。はい、はい、じゃあ内装インテリア見てみます。はい、内装、外装と同じ、もうフルオリジナル、フルノーマルですね。で、かなり綺麗です。2013年モデル、もう8年も前の中古車なんですが、全然綺麗ですね。はい。はい、で、こちらシート、ブラックのレザーシート。で、このシートがですね、また綺麗です。こちらのシート、まあ、ちょっと硬めのレザーが使ってあるんですが、まあ、その分ですね、劣化が目立たないというか、ヘッドレスト、背もたれとかすごい綺麗ですね。で、運転席の座面にだけ少しよれたような跡があるんですが、もうそれ以外は本当に綺麗です。で、今これヘッドレスト上がってるんですが、まあ、この辺メルセデスの場合はよ、まあ、この辺の調整もできますし、で状態すごくいいですね。はい、はい、でこちらリアシート、リアシートがですね、まためちゃめちゃ綺麗ですね、この車両で。まあこのチャンネルにはありがちなんですが、リアシートほとんど使用感がありません。革の状態もすごくいいですし、このフロアとか、まあ、フロアマットはもちろん、フロントシートの背もたれとかめちゃめちゃ綺麗で、さらにこのドアの内張りとか全く使用感ないですね。でこれは本当に綺麗です。はい、それではちょっとラゲージ見てみます。ラゲージはですね、当然のようにパワーリフトゲート、自動で開くんですが、このですね、ゲートの上がり方、音だったりとか静寂性とかすごいいいですね。はい、でこちらラゲージ、このラゲージルームがですね、めちゃめちゃ広いです。で、E クラスのステーションワゴン、まあ、ミディアムクラス、全長5メーター切ってるミディアムクラスなんですが、このですね、
荷室の広さ、フルサイズのアメ車並みですね。はい、はい、でこの荷室にはですね、この結構厚手のラバーのマットが敷いてあるんですが、まあ、これで汚れないようになってるんですが、その下のですね、内張りとかはもう新品同様ですね。でサイド部分とかの小物入れとかもすごい綺麗な状態ですし、このラゲージはすごいいいですね。はい、はい、でこのですね、車両のラゲージで、まあ、ラゲージというか機能ですごいいいなと思うのが、このラゲージの端のところにレバーがあるんですが、このレバーを引くとですね、セカンドシートが倒れます。でわざわざですね、ドアを開けなくてもここのラゲージからセカンドシートが倒せるんで、まあ、なんか買い物とかホームセンターとかに長いものを買ってひょいっと積みたい時とか、これは結構便利ですね。はい、はい、でこのパワーリフトゲートなんですが、まあ、このですね、ボタンちょっと高いところにあるんですが、自動でですね、中のその仕切りとかも動くんですが、これすごい使い勝手いいです。はい、はい、こちら内装インパネになります。この車両ですね、ダッシュボード、センタークラスター、センターコンソール、まあ、メーターパネル、ステアリングなんかもそうですし、ドアの内張り、天井、内装めちゃめちゃ綺麗ですね。外装も綺麗なんですが、この内装は本当に綺麗です。でとてもじゃないけど8年前の中古車っていう感じじゃないですね。はい、はい、今ですね、運転席に座ってるんですが、やっぱり綺麗ですね、この車両で。この D 型のステアリングホイール、このレザー巻きのステアリングホイールの握りの部分だけに少し使用感は見られるんですが、それ以外はですね、スイッチ関係とか全然綺麗で、2、3年落ちの中古車で十分に通りますね。で198万円の車両には見えないです。はい、はい、それではですね、ちょっとエンジンかけてみます。エンジン普通にプッシュスタートですね。はい、まあエンジンあっさりかかります。でこちらですね、走行距離95,138キロで、この車両がですね198万円、相場よりもちょっと安い金額になってるのは、この走行距離が一番の理由だそうです。はい、はい、でもですね、まあ、いくら走行距離10万キロ近いとは言っても、まあベンツ E クラスの10万キロぐらいは飛車的にはなんてことないです。でこれが理由でですね、値段が下がってるんであれば、これはお買い得だと思います。はい、はい、ではですね、軽くレーシングアクセル空吹かしてみます。はい、まあミディアムクラスのプレミアムカーですんで、まあ割とそのジェントルというかおとなしいんですが、まあ綺麗にすごい回りますね。で静かです。で調子良さそうですね。はい、はい、でナビゲーション、ナビは純正ナビですね。でこちらのナビはですね、こちら手元のダイヤルで操作できます。でナビの液晶とかもまだ綺麗ですし、まあ、全然問題ないですね、これに関して言うと。でこちらですね、まあ、ちょうどひさしみたいになってるんですが、日光の照り返しとか入らないようになってますし、このナビすごい見やすいです。はい、はい、でセンタークラスター、ナビの下、エアコンの吹き出し口の真ん中にアナログ式の時計があります。で最近ですね、このアナログの時計を装備してる車ってすごい少ないんで、でただですね、パッと見て時間がわかる、これは本当におじさんには嬉しいですね。
で、この辺のスイッチ類なんかもすごい押しやすいですし、で、この辺のセンターコンソールなんかも昔ながらの車っていう感じで、で、まあ今の車、サイザラなんかもないんですが、こういうのはですね、なんかちょっと古い車を感じさせていいですね。別にハイザラなんて使わないんですが、ちょっとしたものを置くのにここのスペースで結構使えるんで、で、あとこの車両本当に綺麗です。はい。はい、で、こちらの車両なんですが、ステアリング、チルト、テレスコ、両方電動、で、これでですね、最適な、ドライビングポジションがセレクトできます。で、これですね、ステアリングもすごい握りやすいですし、結構スポーティーな運転できます。で、まあさすがに AMG パッケージっていう感じですね。はい。はい。で、こちら、トランスミッションは 7AT。で、こちらのですね、ステアリング横のセレクターレバーで、変速を行うんですが、まあこのチャンネル何度も出してますけど、これすごい使いやすいです。はい。はい。で、こちらの車両ですね、ステアリングにパドルがついてますんで、左がシフトダウン。で、右がシフトアップ。で、パドルシフトによる変速も可能です。はい。はい。で、まあ、飛車みたいに割と古めの車ばっかに乗ってる人間からすると、まあ、この辺の可変スピードリミッター、まあ、リミッターを自分でセレクトできるんですが、もう何ですかね、機能がいっぱいありすぎて、これ全部覚えるの大変そうだなと、まあ、そんな感じもちょっとしますね。はい。はい。で、こちらの車両ですね、サンルーフがついてるんですが、この二重のサンルーフがすごい大きいです。はい。で、このサンルーフ、前後ダブですごい開放感あるんですが、面白いなと思うのが、このシェードなんかが同時に前後とも落ちたりとか、この辺の動き方面白いですね。で、これですね、開閉もすごいスムーズ早いですし、で、これものすごく開放感あっていいですね。はい。はい。こちら、2013年モデルのメルセデス・ベンツ E350 ステーションワゴン、アバンギャルド AMG パッケージ。車両本体価格198万円。これですね、すごいいいですね。外装、内装、すごく綺麗ですし、で、走行距離が10万キロ近く走ってるって言っても、車の調子はすごくいいです。で、これだけ高級感があって、使い勝手のいいメルセデスのステーションワゴンが198万円。新車の軽自動車と同じような金額で買えるわけですから、これはですね、お買い得感高いですね。で、荷物もたくさん詰めますし、大人4人5人ゆったり乗れます。で、ファミリーカーとしてもいいし、仕事の足車としてもいいし、で、そんなに偉そうじゃないですし、この車すごいいいと思います。これちょっと欲しいですね。はい。